皆さんこんにちは、ジャズピアニストの井上雄一です。ビバップ練習法その19回目ということで、今回は、チャーリー・パーカーのバーブの、作品、バーブの時期の作品ですね、セグメントという曲を、取り上げて演奏してみたいと思います。チャーリー・パーカーオムニブックの中にも、コピー譜が掲載されております。オムニブックの中の97、98、99ページに、セグメントのコピー譜掲載されています。この曲は B フラットマイナーのマイナーの循環 ABA 構成になってますが、 A セクションがB フラットマイナーのマイナーの循環ですね。サビの前半が E フラットマイナーの251、サビの後半が D フラットメジャーの251と、そういう構成になってます。 A セクションの方はマイナーの循環ですので、ソフトリアンズイのモーニングサンライズなんかに、と同じコード進行です。ソフトリーを演奏するのに、このフレーズを一聴して、当てはめれば応用できると思います。それではパーカーの音源ハーフスピードに落として一緒に練習するというのを、いつもの例によっていつものように実演したいと思います。お聴きください。
まあこんな具合になります。でこのソロ、かなり音の跳躍が多くてピアノで弾くのが大変なんですけど、そこら辺も工夫次第で、右手と左手の組み合わせを、うまく使うと、なんとか弾けるのではないかと思います。僕はそうやっていますが、例えば D フラットメジャーの251、 E フラットマイナー7、 A フラット7、 D フラットメジャーの時にパーカーが手癖としているような感じのフレーズがよく出てくるんですが、その E フラットマイナーのアルペジオ、 E フラットマイナー9ですかな、アルペジオ前半の方を右手で、後半を左手で弾いて、右手のと左手のコンビネーションをうまく利用すると、これぐらいのゆっくりなテンポであればなんとかピアノでも弾けます。試してみてください。では続きはまた次回お会いしましょう。お元気で、さようなら。